と亮の運命的な出会いね。幼馴染だとこうはいかないわね。しかしあなた、たまたま葉月くんが通りかかったからいいけど、いつもあんな無茶してたら、命がいくつあっても足りないわよ。これがヒロイン欲ってやつですわね。いや、私なんか、不良に絡まれたり、ギャングに拉致られたりしてますから。お互いが、昭和のヒロインって感じよね。急に塩らしくなってどうしたのよ。最後くらいは、傷の舐め合いはやめようと思って。それもそうだわね。というわけで最終の6年目スタートです。キャンプは最後のエンドです。松井和夫の高打力がマックス近いので、注意が必要です。このゲーム、高打力やチャンスに関して、能力が限界を超えると、苦労して最低値になってしまうという、致命的なバグがあります。これさえなければ、楽しく育成できるのですがね。最後の1年なので、留学は主要メンバー以外を行かせます。4月は、2位の千葉ロッテが超頑張ってました。5月は全勝しました。宇宙選抜に勝つなら、これくらい異次元に勝たないとです。球団初の20連勝達成。30連勝も突破。最終的に32連勝まで行きました。1000人イベント発生。試合に勝てば、誰か選手一人のパラメータを、どれか一つ上げてくれます。勝ちました。よりにもよって、不老が怖い、松井和夫の高打力が上がりました。幸いまだ不老しなかったようです。6月も1敗のみで、マジックは早くも36まで減少。動員が1000万人突破。再びの30連勝。オールスター前にはマジックが1桁に。投げた、打った、痛烈な当たり、ぐんぐん伸びる、入った、サヨナラ、サヨナラホームラン、楽しいですね。やっぱりいいとこで打つな。試合終了です。
で優勝決めました。最終結果は124勝11敗で、2位に50ゲーム差をつけての圧勝でした。チーム打率は3割4分6厘、チーム防御率は 2.21。 なぜか優勝決まってから、失点が増えましたが、8月までは防御率1点台でした。どうでもよかったが、金がダダ余りしてたので、ホテルを建設。通常の売り上げの他に、特殊イベントが起こります。もちろんバブ物件のデパートはスルーで。あとは、一人を残すのみとなりました。投げました。内角外れた。内角攻めですね。ファーストを牽制します。投げた、打った、試合終了。4連勝で巨人を下して、日本シリーズも6連勝。宇宙選抜のインフィニティが登場。世界選抜に3回勝つと、その翌年から登場します。それでは、宇宙選抜との決戦をダイジェストでどうぞ。宇宙の皆さん、こんにちは。本日は宇宙選抜戦、全宇宙同時中継でお送りします。パンプキンズ、先日は残念ながら敗北。宇宙の偉大さを感じる一戦となりました。宇宙最強へ向け、両者もう後には引けません。意地の勝負です。デーブさん、一言お願いします。せっかくここまで来たんです、負けられませんよ。ありがとうございます。さあ、世紀の決戦、試合開始です。投げた、打った、センターフライに終わりました。投げました、よーし、見逃し。打った、ショートが取りました。アウト。三者凡退。桜田、この回を三者凡退に抑えました。投げました。コントロールが定まりません。投げた。いいところに決まった。三振。投げた。コントロールが定まりません。コントロールが定まりません。投げました、見逃し。投げました、惜しいね。パンプキンズ、ランナーをいいところまで進めたんですが、後が続きませんでした。投げました、詰まった当たり、サードの守備範囲です。アウト。打った、投げました、打った、いい当たり。投げた、
投げた。桜田、自らピンチを招いてしまいました。投げました。打った。フェアです。スリーアウトチェンジ。桜田、先制のランナーを出しながらも、なんとかしのぎました。投げた。打った。いい当たり。投げた。打った。右中間に上がった。投げました。スイングアウト。詰まった当たり。止めた。これはアウト。スリーアウトチェンジ。2回を終わりまして両チームとも無得点です。見逃し三振。鋭い打球、センター前に抜けた。これはバッターが出ません。三振。空振り三振。スリーアウトチェンジ。3回の表を終わりましてインフィニティ無得点です。投げた。見逃し三振。投げました。綺麗に弾き返した。投げました。コントロールが定まりません。打った。よく取りました。3回の裏、パンプキンズ無得点で終了しました。投げました。打った。いい当たり。投げた。三球三振。空振り三振。引っ掛けました。サードよく取りました。おっと、これは一体どこに投げているんだ。痛烈な当たり。ショートアウトです。スリーアウトチェンジ。桜田、得点圏までランナーを許しましたが、なんとかしのぎました。投げました。打った。投げました。打った。投げた。打った。平凡な外野フライに終わりました。パンプキンズスタジアム、試合に動きはありません。投げました。打った。ファースト正面。ファースト詰まった当たり。ショートよく取りました。アウト。コントロールが定まりません。投げた。コントロールが定まりません。投げた。打った。左中間に上がった。レフトが取りました。アウト。スリーアウトチェンジ。桜田、得点圏までランナーを許しましたが、なんとかしのぎました。打った。高く上がった。平凡な。詰まった当たり。ショートの守備範囲です。アウトです。投げた。打った。高く上がった。アウト。三者凡退。5回を終わりまして両チームとも無得点です。バットが空を切りました。三振。打った。いい当たり。投げました。詰まった当たり。松井。アウト。三者凡退。桜田、この回を三者凡退に抑えました。打った。二塁へ。
セカンドフライ詰まった当たり抜けた投げました打った抜けた三球三振スリーアウトチェンジパンプキンズランナーをいいところまで進めたんですが後が続きませんでした見逃し三振投げました詰まった当たりよく取りましたショートゴロ打った高く上がった三者凡退桜田この回を三者凡退に抑えました引っ掛けました一二塁間抜けた投げました二度あることは三度あったまたもや三振投げました打ったいい当たり先頭投げました三振フォアとランナー一二塁コントロールが定まりません打ったいい当たりライト線ホームインバックホームホームイン投げた打った一二塁間抜けたホームイン投げました詰まった当たりサードアウトスリーアウトチェンジパンプキンズ終盤でようやく先制点ですピッチャー交代です投げた打ったショートアウトフォアボール投げましたこれはバッター手が出ません三振投げました打ち上げたショートの守備範囲ですサードフライに終わりましたスリーアウトチェンジ8回の表を終わりましてパンプキンズ依然リードが続きます投げた打った打ったライト前に落ちたヒットですここまでよく頑張りました投げましたスイングアウト投げた見逃し三振スリーアウトチェンジ8回を終わりましてパンプキンズ依然リードが続きます守備交代ですよく見た ボールよく見た ボールよく見た投げましたなぜか入らないここは一発要注意です投げたバットを止めたがこれはストライク投げたストライク投げました低めの球ボール一塁に牽制見逃し続きここは一発要注意です初球空振り投げた打った三遊間サードの守備範囲です続き
なんとか長打は避けたいところ。一塁牽制。投げました。綺麗に弾き返した。先頭ヒットです。続き、これ以上チャンスを広げさせてはいけません。いい球、ストライク。投げました。バットを止めたが、これはストライク。投げました。三球三振。ゲームセット。勝利しました。というわけで目標達成です。こんな感じで非常に簡単なゲームです。次回作のモスクでは縛りプレイをやってみるつもりです。いつになるかはわかりませんが、その時またお会いしましょう。解説は原崎のぞみとレイシェンファでした。それでは最後に、オッケー。